こんにちは。太陽系の誕生から現在までの歴史をわかりやすく解説します。太陽系とは、太陽とその周りを回る惑星や衛星、小惑星や彗星などの天体の集まりです。太陽系は、約46億年前に、宇宙の巨大なガス運が重力で収縮してできたと考えられています。その後、様々な過程を経て、 今のような姿になりました。では、その過程を解説していきましょう。太陽系の始まりは、宇宙の巨大なガス運が重力で収縮したことから始まります。このガス運は、主に水素とヘリウムの原子からなり、ビッグバンや恒星の核融合でできた重本素も含まれていました。このガス運は、近くで起こった超新星爆発の衝撃波によって、 一部が濃くなりました。この濃い部分が、さらに重力で収縮して、太陽系の原型となる原子惑星系円盤を形成しました。この円盤は、太陽の周りに平らに広がり、ガスや塵などの物質が回転していました。この段階では、太陽はまだ水素の核融合を始めておらず、重力収縮によるエネルギーで輝いていました。 この太陽は、オウシザ T 型星と呼ばれる若い恒星の一種でした。次に、原子惑星系円盤の中で、惑星が形成されました。この過程は、硬着円盤モデルと呼ばれる理論で説明されています。この理論によると、円盤の中の塵や氷などの微惑星が、お互いに衝突や重力でくっついて、大きくなっていきました。このようにして、 直径数キロメートルから数百キロメートルの原子惑星ができました。この原子惑星は、さらに重力で引き寄せあって、直径数千キロメートルの惑星核と呼ばれる天体になりました。この惑星核は、太陽からの距離によって、大きく2種類に分かれました。太陽に近い内側の惑星核は、高温でガスや氷が蒸発してしまったため、 主に岩石や金属でできていました。これが、水星、金星、地球、火星となったと考えられています。太陽から遠い外側の惑星核は、低温でガスや氷が残ったため、主に水素やヘリウム、メタンなどのガスでできていました。これが、木星、土星、天王星、海洋星となったと考えられています。このようにして、 太陽系の惑星は大きく岩石惑星とガス惑星に分類されます。さらに、惑星の形成の過程で、衛星や小惑星や彗星もできました。衛星は、惑星の周りにあったガスや塵の円盤から形成されたり、惑星の重力に捉えられたりしてできました。例えば、地球の衛星である月は、 地球とほぼ同じ大きさの原子惑星が衝突した時にその破片が集まってできたと考えられています。小惑星は火星と木星の間で大きな惑星に成長できなかった原子惑星がたくさんの小さな天体になったものです。これらの小惑星は小惑星体と呼ばれる領域に集まっています。彗星は 微惑星のうち、惑星の引力で太陽系の端に切り出されたものです。これらの彗星は、太陽系の外側にあるオールトの雲やクイーパーベルトと呼ばれる領域に集まっています。これらの天体は、太陽系の歴史の証拠となる物質を含んでいるため、隕石や探査機による調査が行われています。太陽系の現在と未来について見ていきましょう。 太陽系は今もなお変化し続けています。惑星や衛星は太陽や他の天体の重力や磁場の影響を受けて軌道や時点や傾きが変わっています。例えば、地球の時点は月の重力によって徐々に遅くなっています。また、太陽や惑星の活動も周期的に変化しています。例えば、 太陽は、約11年ごとに太陽黒点の数が増減する太陽活動周期を持っています。さらに、太陽系の外からも、様々な影響が及んでいます。例えば、近くを通過する恒星や銀河の重力によって、太陽系の軌道や形が変わる可能性があります。また、小惑星や彗星が地球や他の惑星に衝突する可能性もあります。 これらの衝突は過去にも起こっており、生命の進化や絶滅に大きな影響を与えたと考えられています。太陽系の未来は太陽の進化によって大きく変わるでしょう。太陽は今も水素の核融合を続けていますが、その水素がなくなるとヘリウムの核融合に移行します。この時、太陽は膨張して赤色巨星になり、水星や金星、 地球を飲み込むと考えられてます。太陽系の歴史は、まだまだ続きます。太陽は、今から約50億年後に、赤色巨星になります。その時、太陽は膨張して、水星や金星、そして地球を飲み込んでしまうかもしれません。その後、太陽は白色矮星になり、周りに惑星上星雲を残します。しかし、 白色矮星になっても太陽の周りには惑星が残る可能性があります。実際に白色矮星を公転する巨大惑星が82光年先で初めて発見されました。この惑星は主星が赤色巨星になった時に遠くに逃れたり後から捕獲されたりしたと考えられています。このように太陽系の未来はまだまだ不確かで 驚きに満ちています。太陽系の歴史は宇宙の歴史の一部に過ぎません。宇宙には様々な星や惑星、銀河があり、それぞれに独自の歴史があります。その中で私たちは太陽系という特別な場所に住んでいます。太陽系は私たちの故郷であり、私たちの宝物です。太陽系の歴史を知ることは、 私たち自身の歴史を知ることでもあります。そして、太陽系の未来を考えることは、私たち自身の未来を考えることでもあります。太陽系の歴史と未来に興味を持ち、学び続けることで、私たちは、太陽系という素晴らしいシステムの一員として、責任と感謝の気持ちを持つことができるのではないでしょうか。以上で、 太陽系の誕生から現在までの歴史を7分でわかりやすく解説する動画は終わりです。いかがでしたか太陽系の歴史はとても長くて多くの出来事がありましたが特に重要なポイントをピックアップして簡潔にまとめてみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。